はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。ウクライナ東部南部の情勢をめぐりまして動きがありましたのでお伝えさせていただきます。ウクライナ東部ハルキウ、ハリコフですねの情勢について、アメリカの戦争研究所 ISW は次のように分析を出しております。元の記事が英語でしたので僕の方で和訳要約させていただきました。ご了承ください。ISW は次のように分析しております。ハルキウ市でのウクライナ軍の反撃はハルキウの北東にあるロシア軍を混乱させる可能性があり、ロシア軍にハルキウ近辺の陣地を再補強するのか、ハルキウ市内の砲兵陣地のほぼ全てを失うリスクを冒すかの決断を迫る可能性がある。ウクライナ軍の最高司令官は5月5日、ウクライナ軍がハルキウとイジューム周辺で反撃作戦に移行していると述べた。これはウクライナ軍が防御から反転攻撃作戦への移行に関する直接的かつ最初の声明である。ウクライナ軍は過去24時間に確認された前進をしなかったが、ロシア軍が失った陣地を取り戻すためのロシア軍の試みについては撃退した。ロシア軍はウクライナ東部での継続的な攻撃をほとんど前進させることはできなかった。ウクライナ軍はハルキウ州のロシア占領地域を奪還するためにイジューム軸に沿ったロシアの攻撃に対し、より広い範囲で継続的な反撃と反撃の成功を行うことができるかもしれない。ハルキウ周辺のウクライナ軍の攻撃作戦はロシア軍をハルキウ市の砲兵範囲から追い出し、ロシア軍部隊をイジューム軸から再配置させ、さらにロシア軍の通信回線を脅かす可能性がある。ロシア軍はザポリージャ市に対して限定的な攻撃作戦を実施しましたが、過去24時間にヘルソン州とミコラーユで攻撃を実施しませんでした。ウクライナ軍はヘルソンの西にある追加の領土を奪還したと主張したが、 ISW は独自にウクライナ軍の主張を確認することはできていない。 ISW はこのように分析報告しております。また AP 通信は次のように報道しております。ウクライナ軍がロシア軍撃退、ハルキウ州の11カ村を奪還。ウクライナ政府は同国の軍隊が4月の最終週に北東部ハルキウ州内で約2ヶ月間ロシア軍に占領されていた村のうち少なくとも11カ村を奪い返したと発表した。このように報道されております。 ISW の分析と AP 通信の報道を見る限り、ウクライナ軍は現状ハリコフ、ハルキウ市ですねでロシア軍を追い返し始め、ハリコフ、ハルキウ州においてもロシア軍に対して反転攻勢し、防御の姿勢から反撃に転じるという局面に移行しているように見えます。こうした情勢が事実だといたしますと、これはウクライナ軍にとっては大きな前進でありまして、ロシア軍とプーチン政権にとっては打撃となるということだと思います。と言いますのは、ウクライナ東部をめぐる情勢においては要衝は3つあります。ハルキウ、ハリコフですね、これが1つ目、そして2点目はハルキウ、ハリコフから南に約110キロの町イジューム、そして3つ目はイジュームの南東約50キロメートルにあるスラビャンスクです。で、ウクライナ東部の最大の要衝はスラビャンスクと言われています。ウクライナ東部情勢においては、このスラビャンスクをウクライナ軍が守り抜くのか、ロシア軍が制圧するのか、そこがですね、今までの焦点であったということがあります。 ISW は次のように分析を出しておりました。スラビャンスクを占領するためにイジュームから前進するロシア軍の進軍はウクライナでの戦争の極めて重要な戦いになる可能性が高い。ロシア軍がスラビャンスクを占領した場合、彼らは他の東部に進軍しているロシア軍と連携するか、またはドネツクなどに向かって進んでウクライナのより広い範囲の制圧を試みることができます。ロシア軍がスラビャンスクを全く奪うことができない場合、東部ドンバス地域でのロシア軍の攻撃がウクライナ軍の防衛を突破する可能性は低く、ルハンシク州とドネツク州の州全体を占領するロシア軍の作戦は失敗する可能性があります。このような分析が ISW から出ておりました。つまりロシア軍としてはハルキウ、イジュームと確実に制圧し、その後にスラビャンスクを制圧し、ウクライナ東部を面で制圧する作戦であったと思います。しかし現状イジュームをめぐりまして、ウクライナ軍とロシア軍は一進一退の攻防を続けております。こうした中、ロシア軍がハルキウ市で大幅に後退の可能性、あるいはハルキウ州においても劣勢の可能性が出てきたということは、ロシア軍はハルキウから反撃南下してくるウクライナ軍とイジュームに対し反撃北進してくるウクライナ軍に挟み撃ちの格好に
ある種追い込まれる可能性が今後出てくると思います。そうなってまいりますと、ロシア軍はスラビャンスクどころかウクライナの東部の作戦において全面的に敗北する可能性すら出てきたというふうに見えると思います。ただですね、こうした陸上での戦いというのは、ゆっくりとしたペースで進むことが多く、今後このハルキウ、イジュームをめぐるウクライナ軍とロシア軍の情勢は注視していく必要があると思います。ただですね、現状ロシア軍はこのウクライナ侵攻の当初から言われていたことですけれども、補給難ということが未だに問題であると言われておりまして、さらには深刻な士気低下にも直面しているとされまして、こうした中で再度ロシア軍を補強し、ハルキウやイジュームで大攻勢に出てウクライナ軍を大幅に後退させ、スラビャンスクを制圧するというのは厳しい情勢に見えると思います。今後ウクライナ東部の情勢においてロシア軍が今以上に劣勢な情勢ということになってまいりますと、プーチン政権が主張する特別軍事作戦というものは失敗というふうに見ることができると思います。そしてそれはプーチン政権の政治的な挫折を意味するということだと思います。またさらにウクライナ南部情勢においても動きがありました。南部オデッサ沖の黒海海域でロシア軍の軍艦が沈没したとの可能性があるとの報道があります。ウクライナメディアは6日、南部オデッサ沖の黒海海域でロシア海軍のフリゲートにウクライナ軍の新型対艦巡航ミサイルネプチューンが命中し、火災が発生したと伝えた。沈没した可能性があることが分かった。ロシア黒海艦隊に所属するフリゲート艦アドミラル・マカロフの可能性があるという。4月もロシア軍の巡洋艦モスクワが沈没し、ウクライナ側はミサイル攻撃を行ったと発表していた。このように報道されております。で、今回報道されておりますロシア軍のロシア黒海艦隊のフリゲート艦アドミラル・マカロフとはどういう艦船なのでしょうか。これはですね、巡洋艦の下のクラス、さらには駆逐艦の下のクラス、護衛艦レベルの船と言われています。で、このフリゲート艦アドミラル・マカロフは対空脅威に対応できるフリゲート艦であったとの指摘もあります。で、ロシア軍としてもですね、黒海艦隊の旗艦のモスクワの撃沈沈没を受けて、ウクライナの対艦ミサイルネプチューンの射程範囲内には入れないということは分かっていたと思われます。ですので、ロシア軍のフリゲート艦アドミラル・マカロフは何らかのミッションですねを持ってこのですね、黒海で活動していた。そして結果としてなのか意図してなのかは分かりませんが、ウクライナ軍の対艦ミサイルネプチューンの射程内に入ってしまった可能性があると思います。しかしこうした動きをウクライナ軍側に察知され、結果ウクライナ軍が撃沈した可能性、こうしたことが指摘されております。さらにロシア軍の黒海艦隊は先日巡視船2隻も失っております。ウクライナは2日、黒海のズミーヌイ島付近でロシアの巡視船2隻をトルコ製の無人機で撃沈したと発表した。このようにして見てまいりますと、ロシア軍黒海艦隊は旗艦モスクワ、揚陸艦サラトフ、フリゲート艦アドミラルマカロフ、巡視船2隻を失ったことになりまして、これはつまりはロシア軍黒海艦隊は指揮中枢機能を失い、揚陸能力にも打撃を受け、さらに護衛機能も損耗を受けたということになると思います。つまり現状ロシア軍の黒海艦隊はその艦隊としての機能が麻痺している可能性があります。こうした情勢に加えまして、西側諸国によりますロシアプーチン政権への経済制裁は今後も続くということであります。ロシア経済が構造的に弱体化しますと、ロシア軍も構造的に弱体化し、それはロシア軍の継戦能力が改善する見通しはないということを意味すると思います。他方ウクライナへは西側諸国の支援が今後も続き高まることが予想されます。こうしてウクライナ情勢が長期化すればするほど、ロシア軍にとっては不利な情勢になっていき、プーチン政権はさらに国際社会から孤立していくということになると思います。こうした中、次のようなニュースが報道されました。ロシア388万人が国外流出、反プーチン政権生活苦、わずか3ヶ月で。ウクライナに侵攻中のロシアで国民が国外に出る動きが急増している。独立系メディアが6日、連邦保安局 FSB の統計として、今年1月から3月に約388万人が国外に出たと伝えた。
渡航先は旧ソ連の構成国が多く、前年同期の5倍近くに膨れた国もある。今後も人材の流出が続けば、ロシア社会に大きな打撃となる可能性もある。国外に拠点を構えるロシア系独立メディアノーバヤ・ガゼータ・ヨーロッパが報じた。観光や出張なども含まれているとみられるが、これまでもプーチン政権に賛同できない、制裁で国外とのビジネスができない、生活が苦しくなるといった理由で若者を中心に国外に脱出する動きが伝えられていた。まとまった数字が明らかになったのは初めてとみられる。このように報道されています。で、この報道の中での一つの注目点としては、今年1月から3月に約388万人が国外に出たと伝えられておりますけれども、そうしたまとまった数字が明らかになったのは初めてと見られており、かつそうした数字がですね、ロシアの連邦保安局 FSB の統計として出ているということだと思います。つまりはこの報道が事実であるとしますと、その情報元というのはロシアの連邦保安局の FSB の統計ということになってくると思いますので、そうした情報が FSB から出てくるということは、これはですね、ロシアプーチン政権内部で何か異変が起きている可能性もあるように見えると思います。そしてロシアプーチン政権は外交的孤立をさらに深めているように見えます。イスラエル政府は声明で、5日に行われた同国のナフタリ・ベネット首相との電話会談で、プーチン氏がラブロフ氏の発言を謝罪したと説明した。ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、イスラエルは両国の仲介役を担おうとしている。しかしプーチン氏に対する強硬路線が不十分だとの批判にさらされている。イスラエルメディアは今週、同国がウクライナへの軍事及び民間支援の強化を検討していると報じた。このように報道されております。ラブロフ外相といえばですね、プーチン大統領のその1期目の2004年から外相を務め、プーチン大統領と、まあ、ある種ですね、二人三脚ということでロシアの外交政策を推し進めてきたということがあると思います。しかし今回プーチン大統領がイスラエルに謝罪したというふうに報道されておりますが、まあ、こうしたことでプーチン政権内部に亀裂が生じた可能性があります。こうした中、イスラエルはウクライナへの支援を進める可能性があります。イスラエルの傭兵、ウクライナでアゾフ連隊と共闘。ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は4日、イスラエルの傭兵がウクライナで同国のアゾフ連隊と共闘していると主張した。ザハロワ氏は政府系メディアスプートニクのラジオで、ウクライナでは実際にイスラエルの傭兵がアゾフ連隊と肩を並べていると語った。このような報道があります。つまりですね、イスラエルは基本的にはこのウクライナ情勢ということに関しまして、まあ、ある種何と言いますか、中立的という言葉が適しているかどうか分かりませんが、まあ、あまりですね、このウクライナ情勢ということに関してプーチン政権に対する批判をそこまで強めてこなかったという背景があったと思います。ただ今回のロシアのラブロフ外相の発言で、イスラエルの反プーチン政権の姿勢を強めてしまった可能性があると思います。また他方、ラブロフ外相は中国から思ったような支援を引き出せていない現状があると思います。こうした情勢を見てまいりますと、現状プーチン政権の中において不協和音というものが生じていてもおかしくない情勢に見えると思います。ロシアプーチン政権はウクライナ東部におけるウクライナ軍の反転攻勢、ロシア軍黒海艦隊の情勢、さらにロシア外交の孤立ということと同時に直面しているように見えます。ロシアプーチン政権はウクライナ情勢において大きな正念場と直面しています。こうした中、5月9日プーチン大統領が何を語るのか、世界中が注目しているということだと思います。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。